母さんから聞いたよ。お父さんったらようやく離婚届にサインしてくれたんだって。おう、これでお父さんとお母さんは離婚した。ユナの希望通り、親権はお母さんに渡したからな。当たり前だっつーの。誰があんたみたいなキモ親父に引き取られるもんですか。私はお母さんと仲良く二人で暮らすから。そうだな。俺から巻き上げた財産分与と養育費で、二人仲良く暮らしてくれ。それはそれは幸せに暮らせるだろうよ。キモデブハゲに短所だらけのお父さんだったけど、弁護士でいい稼ぎだったところだけが唯一の長所だよね。おかげで私は月に10万も養育費をもらえるんでしょ。それだけ払ってでもお前たちと離れることができて俺は嬉しいよ。ようやくこれから俺は自由になれるんだ。毎日ゴミ扱いされることもないし、惨めに肩身の狭い思いをすることもない。すごく晴れやかな気持ちだよ。あんたなんてゴミ扱いされて当然でしょ。歩くたびに抜け毛が落ちてゴミそのものじゃない。マジで気持ち悪くて一緒の空間にいるだけで吐き気がしたわ。そのゴミ扱いの父親のおかげで娘のお前はこの世に生まれてきたし、こうして何不自由なく生きてこれたんだからな。すげえ、気持ち悪いこと言わないでくれる？あんたの血が半分流れてると思うだけで腹が立つのに。はあ、赤ちゃんの時はあんなに可愛かったのに、どうしてこうなってしまったんだか。おめえの獣、昔はふさふさだったのに、今は見るも無残もハゲ散らかして、どうしてそんな可哀想な頭になったんだろうね。遺伝とユナたちのストレスだよ。抜けていった髪たちに謝ってほしいくらいだよ。はあ、私たちのせいにしないでよ。あんたがキモくなるからこっちは冷めてくんだよ。お母さんもいつも言ってたよ。こんなハゲになるなんて詐欺だって。私は騙されたって。そんなことを言うならお母さんもじゃないか。若い時から40キロも増えたし、運動もせずゴロゴロ寝てばかり。もはやトドと変わらないぞ。お父さん最低。女性に見た目のことを言うなんてマナー違反だよ。っていうか今時体型なんて個人の自由なの。太ってる人をバカにするとかマジでありえないんだけど。それをお前たちが言うのかよ。俺の見た目を嘲笑い、父親である俺に人間以下の扱いをしてきたくせに。はぁ、父親はいくらバカにしても見下してもいいんだよ。床にはテープで仕切られ、それを超えるなって変な境界線を作られるし、ご飯はお前たちが残した残飯のみ、シーツを洗うのが面倒だからってベッドも処分されて、俺の寝る場所はリビングの床で安い寝袋を渡されるだけ。それが当然ってなわけあるか。こんなことをしてきたお前たちがよく俺のことを最低だなんて言えるよな。別にこれくらい普通でしょ。娘の反抗期くらいでブチ切れてね、超ウケるんですけど。こんなのを反抗期っていうのか。ちょっと境界線を越えただけでフライパンで全力で殴ってきやがって。まだ体中の技は残ってるんだぞ。あー、もうごちゃごちゃうるさいな。とにかく離婚を決定したし、私の親権も無事にお母さんに渡ったの。あんたはこれから惨めに一人で生きてくんだからね。とっととこの家から出て行きなさいよ、ハゲデブ親父。言われなくても出て行くよ。一家の大黒柱である父親を見下す家族なんてもう知らない。俺はお前たちの ATM で終わる人生なんてもうごめんだ。一人楽しく残った家たちと共に生きてくからな。お父さん、久しぶり、元気にしてる？え？急に私から連絡が来ても驚くだけだよね。でもごめん、私こんな時どうしたらいいかわからなくて。そんな時にお父さんの顔を思い出したのよ。お父さん、私のことを助けてくれないかな。ちょっと待て、話が急展開すぎるぞ。一体何があったんだ？どこから説明したらいいのかな。お父さんって私がもう結婚してることって知ってるっけ？一応風の噂でな、評判のいい素敵な旦那さんらしいじゃないか。私も最初はそう思ってたんだ。でもね、そんなのは結婚式当日までだったの。翌日からは人が豹変したように暴力を振るう人になっちゃってたの。なんだって？それでも必死に毎日耐えていたんだけどね。でも今じゃ殴る蹴れば当たり前なの。今は生活費も渡してくれなくて、私もう限界なの。確かにそれは大変だな。でも離婚したくても彼は周りからの評判だけはいいからなかなかできなくて。一応お母さんに相談したらね、
こういう時はお父さんに頼った方がいいって言ってきたの。お父さんは弁護士だからきっと味方になってくれるからって。まあ弁護士として相談を聞くことはできるけど、でも今回はちょっと無理かな。え、なんで？もしかして私とお母さんが昔お父さんを捨てたから、それで私を助けたくないって言うの？その気持ちはかなりあるな。あれだけ俺を見下しておいて、都合いい時だけ頼ってくるなんて失礼だろ。あの時は本当にごめん。私反抗期って言えば何をしてもいいんだと思ってて、お父さんがキモいとか嫌がらせしてやったとか言っておけば周りの友達から一目置かれるような感じになっていたの。それでどんどんエスカレートしちゃってね。今更何を言ってきてもやったことの取り返しはつかないし、やられた側の傷は一生消えないんだぞ。あの頃のことは本当にごめんなさい。私も夫から暴力とか嫌がらせされて、ようやくお父さんの気持ちも分かってきたの。あの頃本当につらかったよね。なのに私が成人になるまでしっかり養育費も払ってくれて、お父さんには一生頭が上がらないよ。やけに素直だな。でもそれだけ旦那さんに困ってるってことなのか？困りまくっててもうどうしたらいいか分からないくらいだよ。離婚したいけど一人で生きていく自信もないし、弁護士のお父さんなら慰謝料を多くもらえる方法とか知ってるよね。お父さんの力で私を助けてくれないかな。それはまあいろいろ離婚の弁護はしたことあるし、対策とか有利になる戦略的なのは知ってるけど、でもこんなこと確証はできないぞ。それでもいいよ。弁護士のお父さんが味方になってくれるだけで100人力だもの。旦那からの暴力の日々でもう結婚生活なんて続けていられないよ。だからお願い、お父さんの力で私のことを助けてくれるよね。ざまあみろだな。え？いや、暴力の日々なんてお前にぴったりじゃないか。よかったな。お父さん？ざまあみろってそんな、何を言ってるのよ。そのままの通りだよ。因果応報っていうのはこのことを言うんだな。ようやくあの頃の俺が報われたような気持ちだよ。ちょっと待ってよ。それ本気で言ってるの？まあ本気だぞ。ユナたちも似たようなことを俺にしてきたじゃないか。いや、でも、所詮、子供とか、女の力じゃん。私の旦那はムキムキマッチョなの。暴力を振るわれたらひとたまりもないわ。ひとたまりもない暴力を毎日受けているはずなのに、こうして LINE できるくらい元気じゃないか。え？本当に暴力を受けているのか怪しいところだよ。何をいきなり言うのよ。私本当に毎日大変なの。そうだ、疑ってるのは写真でも送ろうか。もう本当に痛くてまだ腕にあざも残ってるの。見たくもないから送らなくて大丈夫だよ。それにお母さんみたいに化粧でごまかしたあざかもしれないし。え？お母さんもよく同じようなことをしていたよ。化粧品を使ってあの手この手であざを作っていたな。それで俺が暴力を振るったとかでっち上げて、おかげで俺は有無を言わさず離婚になって、自分が買った家からも追われる羽目になったんだよな。私がそんなことするわけないでしょ。ねえお父さん、娘のことを信じてくれないの？娘が旦那に暴力を振るわれてるんだよ。弁護士として父親として助けて当然だと思わないの？俺が助けるのは旦那さんだよ。え？そういうわけでユナの味方にはなれないんだ。悪いが弁護士を探しているなら他を当たってくれないか。ちょっと待ってよお父さん。え、旦那を助けるって、え、お父さんは私の旦那の味方なの？おう、ユナよりも早く連絡をもらったからな。このままじゃ冤罪をかぶせられそうだから助けてくれって泣きながら俺に連絡をしてきたよ。は？なんで旦那がお父さんに連絡できるのよ。会ったこともないのにおかしいじゃない。一回だけ会ったことがあるぞ。何ですって？ユナは結婚したって風の噂で聞いた時だよ。それを聞いてすぐにお前の旦那さんにコンタクトを取ってみたんだよ。父親として挨拶がしたいって言ったらすぐに俺と会ってくれたよ。何よそれ、そんなの彼から一度も聞いたことがないわよ。だろうな。俺と会ったことは絶対に言わないでくれて頼んでたし。はあ？彼には俺とお母さんの離婚理由を話していなかったんだろ。不自然にごまかされるからずっと不思議だったって言ってたぞ。だから野じ馬根性もあって俺と会うことにしたらしい。え、じゃあ離婚理由を話しちゃったの？聞かれたことには全部答えたよ。そしてその上で俺の名刺を渡したんだ。今じゃ完全にハゲたただのおっさんだけど、弁護士だから何かあったら相談に乗りますよってな。それで彼がお父さんに連絡を？
必死の形相で俺に泣きついてきたぞ。結婚した途端に妻のユナが別人のように変わってしまった。お前は ATM だって言われた。今じゃ家事も一切してくれず、離婚を切り出したら自分が暴力を振るってることにされかけているって。いや、それはユナの言い分と随分と違っているようだが、一度引き受けたからには俺はユナの旦那さんの弁護人だ。でっち上げ冤罪を作ろうとしてるお前らには負けないぞ。でっち上げなんかじゃないわよ。私は本当に旦那に苦しめられてるの。そうやって被害者面をしておけばなんとかなるってお母さんにでも教わったのか。え、そしたら財産分与でガッツリもらえるし、慰謝料だって請求できてお金には困らないって、そんな風にでも教えられたのか。いや、実体験があるからこそそんなことは分かっているか。俺でも俺は弁護士だし、冤罪をでっち上げられて離婚した俺は被害者の先輩だからな。あの時に取るべきだった適切な対処法は全てお前の旦那に伝えてある。痛い目に遭いたくなかったらとっとと離婚届にサインを書いて消えちまえ。何よ、弁護士だからって調子に乗ってんじゃないわよこのハゲ。あんたが味方してくれないならもういいわよ。別に弁護士なんていなくても私たちの方が優位だもんね。こういう時の女性は強いんだよ。優位に離婚して慰謝料も財産分与をもらうのは私の方なんだから。ひどいじゃないの、あんなにたくさんの証拠映像も用意していたなんて。完璧なまでの完全勝利だったな。優位に離婚して慰謝料も財産分与をもらってやるだったか。悪いがその立場にいるのはお前の旦那さんの方だったな。日頃の生活をビデオに撮ってるなんてひどいじゃない。暴力を振るっていないと証明するのは難しいからな。そんな時のために動画は一番便利な証拠になるんだよ。にしてはバッチリ映っていたな。反対にお前が旦那さんに暴力を振るっている姿がな、フライパンで殴ってくるなんてあの頃と同じじゃないか。それさえなければ全部私の思い通りだったのに。今のところは全部俺の思い通りだな。旦那さんは見事自分有利に離婚できるし、なんだったら名誉毀損で慰謝料請求もお前にできるし、泣きながら俺を言ってくれたよ。待ってよ、私慰謝料請求もされちゃうの？財産分与なしの離婚で追い出されるだけじゃないの？あらぬ罪を着せようとしたくせに、このまま逃げ切れると思うなよ。ばっちり請求させてもらうからな。俺があの頃できなかった分徹底的に絞り取ってやるからな。次はお母さんに泣きつく準備でも始めてな。どうせまだ俺から奪い取った財産分与の金を貯め込んでるんだろ。泣きつけばお金くらい出してくれるかもしれないぞ。ちょっと待ってよお父さん、私ちゃんと反省するからさ。だから名誉毀損の慰謝料請求をちょっと待ってくれないかな。旦那にも許してあげてって頼んだよ。旦那さんからこう言われている。僕がお父さんの分も絞り取ってきますからね、とな。それじゃあ慰謝料請求される日まで首を洗って待っていろよ。すぐに慰謝料請求はされ、200万もの請求にユナは母親に泣きついたようです。お母さんが絶対に勝てるって言うから暴力をでっち上げたのに、とぶち切れているらしく、それに対しても母親の方も、私のせいにするな、金は貸さないぞ、と逆ギレ。泥沼のような親子喧嘩が勃発していると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。